いいですか。はい、どうぞ。うわあ、じゃじゃーん、すごい。すみません、すごいですね。はい、どうぞどうぞ。お靴こちらで見てもらって、はい、広いですね。広いですね。さっきの野外とまた全然違う雰囲気で、また雰囲気が全然違うと思います。ちょっとなんか案内してください。はい、まずこちらからになるんですけど、こちらが赤いソファーで、はい、赤いソファー、はい、なんかドレスのお写真とかウェディングとかね。あ、そうです、ランドセルのお写真とかも撮りますね。外からも自然光がかなり入る感じですね。あ、そうですね、緑も映るので、すごい雨が降ったりしてもすごい綺麗に撮れます。もし結婚したら前撮りここでしたい。あ、ここでじゃあジョンさんにあれヘヨンさんが撮るんじゃないですかここはまたちょっとアメリカ風の、そうですね、レンガで、わあ、これここは大きいベッドが、ベッドがすごいあって、まあ、ベッドの上で撮ったりもしますし、うん、そこの窓の縁に座ってもらって撮ったりとかもしますね。いいですね。ここも光が入るんで、かなり入ってますよね。綺麗に撮れると思います。よく窓際とかでやっぱり撮影するんですか。あ、そうです、窓際に座って、あと写真見るとウェディングとかでベッドの上で、あ、そうですね、カップル写真も、カップル写真とかもベッドの上で撮れます。さっきこっちからちょっと見たんですけど、撮影してるところ、はい、向こうの椅子とかこちらの窓際でやっぱり撮ってましたね。そうですね、やっぱり皆さん声大きいですよね。いや、やっぱ広い分ちょっと大きくしないと、声量を上げないと声が届かなくなっちゃうんで。広いからは、またそこはここカフェですね。あ、そうです。もう本当になんか子供たちが好きそうな感じで、ここも撮影するんですか。あ、ここも撮影します。すごい、なんかすごいしか言葉出ないね。すごいおしゃれ。おしゃれ。それしか出ないんですよね。ちょっと夢の世界に。日本語の単語をちょっと増やさなきゃいけないけど。オルガンと。そうです。ちょっと音鳴らないんですけど。いいな。ここもまた雰囲気が違って。あ、すごいな。この壁の裏にまたちょっと、あ、そうです、ライフサイズ一番大きいかな、これ。こんなにでかいホリゾンがあると、わあ、じゃじゃん、どうすればいいんだろうって感じだなめっちゃ広いです。これ普通のスタジオの、スタジオの広さぐらいだ。やっぱここもママさんパパさん入っていただくと、真っ白ですごいみたいな反応が。ここだけで、例えば都内だったらスタジオ運営してる、ね、うん、あ、そうですよね、このぐらいの規模だけ。ここがバースデーブースになってます、うん、だからすごいんですよね。ここもやっぱ可愛いっていう声が多くって、すごくいい、ね、可愛いですよね、すごい。また向こうの方がモニターですかね。あ、そうです、そうです、一応ここでもお写真撮ってます。まあ、撮れますよね、十分、この、はい、線が綺麗だし、窓側だし、そうなんですよ、光がずっと入ってるから、うん、ここも赤ちゃんも撮れるし、大きい子も大人も撮れるん で、うん、で、ここが2つ目のモニター室になります。ね、もう一つはさっきの和室がある場所です。あ、そうです、と、ここになります。ここはいっぱい今まで撮ったフォレストでの写真が飾ってあるんで、うん、また写真が全部やっぱりおしゃれだし、うん、綺麗ですよね。あと、やはりこうウェディング写真もあるから、そうなんです、他の店舗ではないようなバリエーションが、ね、なかなか野外もね、そうです、すごいフォレストの自慢ですここはこのメッセージカードですか、これは。あ、そうです、うん、イベントの時の、うん、宝探しイベントとかの時のやつなんで、結構前なんですけど。最近はやってないですかあの最近はやっぱコロナでイベントとか全然できてないですね。コロナが早くね終わって、そうですね、声かけとかはやっぱり上手ですよね。あ、本当ですか、うん、頑張ってます声も大きいし、あ、声大きいのは元気がいい、もともと大きいんで強みです、そこは。わー、すごい、このピンクの壁とか最近かわいいですね。本当最近できたばっかりです。これ
ピンクの豚も可愛くないですか？豚も可愛いです。子供たちから人気です、豚ちゃん。ぷにゃん、ぷにゃん。ここまた閉めると雰囲気が変わって。あ、ここ閉められるんですか？そうなんですよ。わあ、いいな。すごい。じゃじゃーん。ああ。これすごいな、大きい壁、よく作ったな、これ。パク社長が作ったか。あ、こうするとまた部屋が2つに分かれるんで、ね、まあ、お客様同士のバッティングとかもないように。なるほど。じゃあ同時に 何組もね、撮影本当は可能ですよね。そうですね。でももうそこまでいっぱいいっぱい撮影入れないじゃないですか。そうです、入れないですね。余裕持って、ね、余裕持ってお客様同士が被らないように。外とかでは写真撮ったりするんで。うわ、これ最高だ。これちょっとちょっと言っていい？いや、あのこれあのスプリンクラー夏限定ですよ。かっこいいですね。それがいけたい。暑いから結構意外と すごい気持ちいい。これ子供好きじゃないですか？好きです。みんなやっぱ暑いんで。いや、これは多分絶対好きだと思うよ。うわ、いや、ここで子供水着でと撮影しても面白いか。でも可愛いと思います、それも。ねえ、でも普通にこの水の間を走ってきてもらって撮影したりとかもしてるんで。ああ、そっか。そうなんです。涼しかった。そうですよね。